表していただきましょう。松澤健さんです。よろしくお願いします。こんにちは。伝説のミュージシャンでございます。確かにまだこう発掘されてない感じはしますよね。今ネット界で空前の人気を誇る松澤健さん、一体どんな音楽を。さあ、松澤さんがなぜ伝説のミュージシャンになったのかまだ分かりませんよね。はい、分かりません。じゃあちょっとね、ここでね、早速披露していただきたいと思います。お願いします。はい、おお。なんと駅の発車メロディーを弾く天才なんでございます。これさ、うん、しょっちゅう聞いてるけど、これはどこでしたっけ。どここれはですね、もっといろんなところ、例えば品川とか、はい、田町とか浜松町とか、もういろいろ呼ぶと。すげー。確かに品川で聞いたことがある。品川、そうだね。うん、うん、でこれはもちろん楽譜なんか出てないですか。楽譜出てないですね。ただ耳コピで。耳コピです。すごいなぁ。じゃあもうホーム横でずっと聞いて。自分の今レパートリーは最大何個ぐらいあるんですか。多分100は超えるんじゃないですか。発車メロディーだけでも。マジですか。多分。うわぁ、じゃあちょっと他にも聞きたくないですか。聞きたい。でもそんなにさ、うちはそんなに知らないでしょ。聞けばわかるんですよ、きっと。そうかね。今のはすごいわかったけどね。そう、あの春という曲があるらしいんですけど。これも非常に有名ですね。新幹線とかもできるんですか。新幹線ですか。はい、じゃあ例えば。あー、そうだー。あー、これ到着するとき、到着5分くらい前だよね。そう、そうだよね。もうすぐ品川だ。焦って荷造りするとまだ、そうそうそう、なかなかつかねえなみたいな。そう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 、余裕持ってね、準備できると。そう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 。あー、これね。ちょっとなんかポップな、なんか楽しいなみたいな駅もあるんですか。はいはい、例えば何でしょう。すごい楽しい。何これ。どこですかそれは。新宿駅。これでもさっきのやつと同じメロディー。え、違う。いや全然違う。全然違うやつ。全然違う。あ、これよく聞いてるやつだ。これだ、これだね。え、あるあれ一番最初に聞いてくれたっけ。一番最初。あ、そうそうそう、うん、え、2回目に聞いて。あ、そうそう、新宿は新宿。これだ、これこれこれ。え、私これ初めて聞きました。俺が一番聞いた曲これかもしれない。嘘、うん、私初めて聞いた。新宿はじゃあこの曲、新宿はでも16番ホームまであって全部違う曲なんです。え、これ総武線。これは中央線です。あー、中央線ってあのオレンジのやつでしょ。俺お茶の水からさ塗り替えてさ新宿の駅からさ。はい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 。だからよく聞いてんだよ。なるほど。俺千葉の方から来てたんだけど、はいはいはい、お茶の水で中央線に乗り換えんのよ。はいはい、で新宿で降りんの。だから、あ、ちなみに千葉、あ、お茶の水って。そうだよ。知らねえ。知らない、知らない。乗り換える時は。これがそう、快速のホームで。あれ、これがさ、新宿からさ、中央線で、で、お茶の水で、もうお茶の水が近づくとみんなそわそわするから、みんなこう席に座ってんだけど、みんなドア側にこう行くの。で、ドア側ギリギリになるのよ。したら、向かい側のホームに千葉方面の電車が扉開けて待ってんの。席ガラガラなの。だからみんなギリギリになってさ、開いた瞬間、バーン。競争だ。そん時に流れてる曲だ。なるほどね。すごいマニアックなとこ行きましたけどね。いやー嬉しいね。え、例えば私神奈川県出身なんですけど、はいはい、うん、横浜駅とかの、あれ東海道とか、うん、あの辺だとなんだろうな。横浜の東海道の下りが、はい、あーこれだ。あー切ない切ない。
なんで俺も聞いたことあんのこれ。東海道線これ総武線でもいっぱい使われてるんです。ああそうなんだ。私これ総武線ってこれ、これ切ない。あの俺幕張本郷、幕張本郷、幕張本郷で来てこれです。幕張はね、ホームが千葉方面と三鷹方面あって、千葉方面が、あーそれ聞いたことある。そうそうそう、あー聞いたことある、聞いたことある。で三鷹方面が、これ知らない。三鷹行ったことないんだろうね。そうだ、すごいな。ねえ、すごい懐かしい。なんか他は秋葉、秋葉は秋葉、秋葉秋葉ないな。秋葉つく、四つ屋は四つ本もあるんで。別のホーム行ってください。別のホーム。じゃあ一昔前の。あーこれか。これかな。太田プロ四ツ谷三丁目だから、四ツ谷で降りて丸の内線乗り換えるの。はあ。え、代々木は？代々木前の最寄り。代々木の、じゃあどのホームですか。山手線。山手線は、あでもさっきやった曲ですね。いわゆる。あーこれか。と。あーこれか。で総武線が、これ聞いたことある、聞いたことある。いやうちらはさ、もう何気なしに聞いてるからあれだけど、ホームごとに音が違うってのまず、そうなんですよ、ね、確かに意外と知らないことだよ。私も3種類ぐらいで構成されてると思ってた。他に多分これ聞いたことあるんじゃないか。例えばこれ本当いろんなとこ、目黒とか、はあ、これもやっぱ総武線の快速ホームとか。へすごいね。どの曲もね、本当にでもね、聞いたことあるな、うん、一番好きな曲って何なんですか。一番好きな曲ですか。ちょっとややマニアックかもしれない。一昔前までは首都圏のもういろんなとこで使われてたんですけど、今は群馬県のなんか高崎富山町っていう気持ちが聞けないっていう。わかんねえやそれは。高崎か、いい曲でしたけどね、すごく。 あと空港の放送音もできるということで、成田空港の、成田空港、例えば、あこれだこれだ、うわーすげえ、すげえさ、なんか今憂鬱になったの。なんかなんで憂鬱なんですか。あーロケかみたいな。もっとハッピーなと思う。なんかロケかーってイメージだったもんね。何で羽だったらないの。わかんない、ちょっと僕空港疎いんで。何か専門ですか。ちょっと空港ちょっとこっちばっかなんで。いやまあそういうわけじゃないです。他にもですね、はい、ゲームの曲も弾けるということで、はい、ちょっと一曲、そう、例えば、お、あ出た、ドラクエ、あ、街歩いてる時にカジノ、カジノカジノ、ドラクエだからカジノ、カジノだ、あ出た、出た時呪われた時。あ呪われた壁みたいにつけちゃったやつだ。そうそうそう、すごい ねテンション上がるね。すごいね。テンション上がったところで、これ何の曲クイズ、皆さんも一度は聞いたことがあるはず。さあそれではこれもできるんじゃない、ひょっとしたら。すごいね、すぐできるね。さすが。さあそれではいきますよ、はい、まず第1曲目、はい、はい、おっと聞いたことあるな、分かった、いいですか、うん、ファミリーマート、おーすごい、イエーイ。あーそう、入った時の音だ、そう、いやこれね、でもね、はい、細かく言うとだよ、うんうん、細かく言うとこれ太田プロに入る時の音でもあるんだよ。あ、そうなんですか。太田プロも同じ音が確か鳴るよね、梅ちゃんね。ちょ、もう一回、あ、ファミリーマート。うち
会社の横にある船。これうちの会社の音かも。すごいこれやるとこの音が鳴るのよ。気になる。続いて第2問。聞いたことあるなこれ。何それ。もう一回。もう一回ですか。何これ。これ聞いたことあるよ俺。似たようなあれで。あっやばい。ごめんごめんごめん。わかった。はい、これ Windows でしょ。素晴らしい。そうだそうだ。 Windows XP。 そうかそうか。立ち上げた時の音だ。はい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 。あれ、シャットダウンする時の。シャットダウンですね。あそうだ。こっちはわかる。こっちはわかる。あそうだ。これって、はい、あのバージョンによって音って違かったんでしたっけ。あの Windows の今のが XP。 XP ですね。さあそれではですね、はい、ちょっとここで私たちのできる曲をですね、はい、1曲だけ松田さんに教えていただきたいんですけど、その前にちょっと僕のリクエストで、はい、何ですか。なんか僕らがやってたようなゲームの音とか多少聞けたら聞きたいね。もっと聞きたいですね。なんかありますかね。じゃあ例えばゼビウスってわかりますか。あゼビウスわかりますよ。こういうさ、うん、バーガーとか来たよね。いやもう本当に、ね、ピアニストが来てさゲーム音楽ずっとやってんの。でも松田さんが単独ライブで、はい、もうみんながリクエストに答えるみたいなのやったら、うん、もうすごい反響だと思いますよ私。こういうさ、うん、流しが今新しいんじゃないの。ねえあのどこか飲み屋行ってさ、うん、一曲なんかゲーム音楽聴きましょう。それではみんなで覚えよう。駅で聴いたあの音楽。また電車戻るんですけど、電車が接近する時の音っていう、はい、接近。あーねあの白線の内側に収まりください。そうそうそう。さあ皆さん覚えてください。ミラミシミラソのシャープ、これを弾けばたちまちその場は駅のホーム。矢口一人で電車が来る時の音。まもなく1番線に電車が参ります。嬉しい。楽しい。ありがとうございます。いやーいいですね。いや素敵でしたね今日今宵は。素晴らしい。いや楽しみました。私たちも楽しみました。超楽しいね。視聴者の皆さんも楽しみだでございましょうか。さあこちらも伝説のバンドでございます、サディスティックミカバンド DVD ぜひご覧ください。じゃあシャットダウンのお願いします。はい。